た恋人が死んじゃうんだけど、映画なんて珍しい、誰と見たんか聞けない、君の悪い癖。友達が女に間違われてナンパされたことがあって、それが超ウケる話なんだけどさ、結論から話したスポークの癖、何も言わず笑う君の悪い癖。最後の最後は喫茶店、あの6文字が流れて、気づけばなぜか二人とも泣いていた。何万回使い古された愛してるより君が欲しかったものって、ずっともっとそばにいるということ、君